もちょっと早めに上がってた、25歳ぐらいの感じ。いやちょっときついですね。ごめんなさい、滑った。OK です。ありがとうございます。はい、スタート。美味しいね。美味しい。とっても嬉しいです、はいはい、嬉しいですね。多くの方にすごい期待していただいて、まあ、まず本当にメッセンジャーにね、選んでいただいて本当に光栄なことだと思っておりますし、はい、まあ、これからコマーシャルどんどん流れていくので、はい、楽しんでいただきたいなと思います。もうなんかまだ発売前からね、かなり本当に注目してくださって、うん、そう反響もあったしね。すごいプライベートとかでも見たよって言ってくれたりとかする方も周りにいっぱいいたりとかして、オールフリーのスタッフの皆さんからこんなにハガキが届いたんです、びっくりしましたって言ってね、見させていただいたりして、ちょっと期待されてる感じが伝わってきます。たまたま昨日の夜に僕の番組に五郎ちゃんがゲストで来てくれまして、そうですね、それの放送があって、その夜ね、たまたま五郎ちゃんとは昨日の夜中一緒に鍋を食べてたって。そう、そして今日で朝6時から2人でおはようって、そう、もうどんだけ仲いいんだみたいな。まあまあまあ楽しかったですよ、でも本当に仲良くというか、はい、まあ、天気も良くなってきて、そう、うん、本当にもう気持ちよすぎて羽が生えちゃいましたね。そうなんです、それはちょっと楽しみにしていていただきたいんですけど、うん、見どころ、うん、まあ、このツーショットっていうのもやっぱりなかなかないし、うん、ちょっと最近仲いいという噂もあるので、まあちょっとね、新鮮な2人ですし、あとはコマーシャルもね、すごいかっこいい感じですよね。そうだね、すごい前に向かって突き進んでいく、うん、見どころはやっぱりこうここまで年齢を積み重ね、そんな2人が、新しいこと始めようっていう2人がこのオールフリーとともにですね、監督からの指示のもと、監督が25歳の気持ちでって言われて階段を駆け上がるところが、そこがちょっと見どころですね。結構大変でしたね。
僕もちょっとそれ、ゴロちゃんは2回 NG を出しました。階段のところです。ちょっと滑る、ちょっと滑るんですよね、階段がね。ちょっと今日はね朝露があって、ね、まあでも気持ちはもう25歳の気持ちでフレッシュにね生まれ変わった僕らが、はい、気持ちを合わせてやりました。いやもう本当に美味しかったです。はい、まあ、全然また味も変わってますし、さらに美味しくなってて、うん、びっくりしました。はい、びっくりしたんですよ本当。もう美味しいんですよ。それがさらに美味しく変わるってすごくないですか、うん、でその美味しさの変化にちゃんと気づけた俺がすごい。まあ、かねてからオールフリー大ファンだもんね。そうそうそう。でもね、なんだろう、ほんとこれを話させてくれるなら結構長く喋れるんですけど、ほんと今までも美味しかったんですよ。もう知ってる方もいると思うんですけど、それがね、新しく美味しくなったのにオールフリーなんですよ。ここが素晴らしい、うん、全く違うものに変わっちゃったんじゃなくて、オールフリーがそのままもうさらに美味しくなったって、さらに美味しくなったってよく言うじゃないですか。もうこれ超本当のやつですよ。僕らコマーシャルの中でちょっと二人で生きてるっていうのを、まあ一つテーマでセリフで言わせてもらってるんですけど、うん、なんか本当生きてる実感を感じられるものだと思うので、はい、うん、皆さんに実感してもらいたいな。そう、飲んだことない方もぜひね、今回今まで飲んだことない人もいるでしょうから、うらやましいですよ。最初のオールフリーがこの味っていう。僕すごい好きです。なんか新しいステージに挑戦したりとかするときに、なんかあと一押ししてくれる言葉かなって、オールフリーって、うん、だからなんか僕らもやっぱ新しいスタートを切らせていただいたので、すごくこの言葉に励まされてます、うんうん、なんかね、あったかいですね。温かく背中を押してくれる言葉というか、うん、こう強すぎない、強くないというか、オールフリーだよって、オールフリーでいいんだよとかじゃなくて、うん、オールフリーみたいな。あ、そうだよね、いいよね、いいよいいよ、うん、オールフリーで。それがこうすごいこう心を開かしてくれる感じがして、うん、すごい好き。なんか優しい、本当にね。そう、なんか何でもいいんだよって言ってくれるような感じが。フリーな時ってさ、フリーだよ、フリーでいいんだよとか、うん、もっと自由でいいよっていう感じがあるんだけど、うん、逆にそう言われすぎちゃうと困っちゃうもんね。そうそうそう、何していいか分かんなくなっちゃう、羽ばたき方が分かんなくなっちゃったりもするんだけど、うん、あったかく軽くオールフリーって言ってくれると、よし飛んでみようって思えるかな、うん、ぜひね、今まで飲んだことのない方も、今まで飲んで美味しいな、オールフリーと思ってた方はびっくりするぐらい美味しく生まれ変わってますんで、はい、ぜひいろんなシーンでオールフリーを美味しく飲んでください。飲んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。